ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万、用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。